援所が外へと来られています。退路してるような気がしました。まだ分かったそうに厳しいでしょ。注目されたのは何かきっかけがあったんでしょうか。どうにどうとされる発生介護者のうち先手にまっすぐで押されましたよね。今もね、ツーアウトランナーなしで5番の昨日までは機内の検疫に2時間から3時間かかる。150万人노무현전대통령에대한수사결과를今日はこれまでのところ新型インフルエンザの感染が疑われる乗客は出張でカナダに滞在していた32歳の会社員の男性は、我々がウイルスを持ち込んではいけないし、水際で止めるための検疫なので協力するしかないと思いますと話していました。成田空港の帰国ラッシュのピークは今月6日で、検疫所では引き続き担当者の確保やスムーズな作業が課題になります。厚生労働省では大型連休の後半に新型インフルエンザが発生している国から帰国する人が大幅に増えると予想されることから、成田空港や関西空港などの検疫体制を強化し、ウイルスの国内への侵入を防いでいくことになりました。具体的には成田空港への応援を現在の135人から170人前後に増やし、関西空港は現在の25人から33人に、中部空港も現在の18人から20人にそれぞれ増やすとしています。これによって海外からの帰国がピークを迎える今月5日と6日には5つの国際空港の検疫所に今の体制をおよそ50人上回る合わせて230人前後の応援の職員を配置する計画です。アメリカのカリフォルニア州から先月28日に帰国した東京三鷹市の女性が発熱などの症状を訴え、横浜市内の病院で検査を受けたところ A 型のインフルエンザと分かりました。横浜市は新型インフルエンザに感染していないかどうか詳しい検査を進めています。横浜市によりますと、この女性はアメリカのカリフォルニア州から先月28日に帰国した東京三鷹市の40代の女性です。女性は昨夜横浜市内の友人の家を訪れ、今日午前発熱や咳などの症状があると横浜市の発熱相談センターに相談しました。このため感染症の治療にあたる医療機関に指定されている横浜市立市民病院で検査を受けたところ A 型のインフルエンザに感染していることが分かったということです。この病院で診察を受けた時は熱が37度6分あったということです。横浜市は新型インフルエンザに感染していないかどうか横浜市衛生研究所で検査を進めるとともに、女性から採取したウイルスを東京の国立感染症研究所にも送って詳しい検査を依頼しています。横浜市によりますと、女性は先月22日から友人と一緒にサンフランシスコなどを旅行したということです。これまでのところ女性の家族や女性が家を訪れていた横浜市の友人、それに一緒に旅行した友人などに発熱などの症状を訴える人はいないということです。新型インフルエンザに感染した人が500人近くに上っているメキシコに、日本からマスクや消毒液など緊急の援助物資が到着し、メキシコ政府に引き渡されました。日本政府は新型インフルエンザの感染が広がっているメキシコに緊急の援助物資を空輸し、2日メキシコ市の軍の施設に到着しました。援助物資はマスク19万枚、手袋3000枚のほか、医師が使う手術着3000着、それに消毒液などで熱のある人を